タラダケ火山の地形図タラダケは、九州の山。長崎県と佐賀県の県境に位置する標高996メートルの山。タラダケ山系の数峰。タラダケや、北西にある、京ヶ岳、南西にある五花原岳などは、大型の清掃火山であったタラダケ火山が著しく、解析してできたタラダケ山系の峰である。 タラダケ火山は活動時期が2度あり、約130から100万年前と、約80万から40万年前に活動した。上部は、安山岩室の岩体、山麓は、玄武岩室の溶岩台地である。なお、南東にある竹崎島は、スコリア級。タラダケの西方、京ヶ岳、五花、原岳、東明山などの峰に囲まれる形で、東西約6キロメートル。 南北約4キロメートルの大地が見出せるが、カルデラなのか、侵食地形なのかは断定されていない。この大地は、西の大村湾に向かってが流れる、群川の源流域で、黒木渓谷と呼ばれる、継承地である。このほか、本名川、塩田川などが田良岳山系を源流とする。山裾は、放射状に、幾重もの谷が発達する。谷の部分では、 下流に、田畑や収録が細長く分布する。尾根の部分では、第二次世界大戦後、急速に、みかん畑や茶畑が開かれた。中腹は、杉やヒノキの林野が広がり、林業も盛ん。たらた材として、ブランド化が推進されている。長崎、佐賀領県で、それぞれ市長をまたぐ、広域林道、たらた横断林道が整備されている。長崎県。 佐賀県がそれぞれ山域を田良岳県立自然公園に指定している。自然継承として、田良岳と五花、原岳の間の谷に広がる尺投げや筒子の、自生群落狐のカミソリ、東側の風早高原、南東側の轟の滝などがある。中世から山岳信仰の場や修験道の霊場とされた。山頂の田良岳神社上宮や、 山頂からやや下ったところにある新言宗金泉寺などはその面影を残す。麓には、金泉寺の寺侍を歌った、残座説という民謡が伝わる。なお、非前国風土器に記された、桜の峰という地名は田良岳山系を指すと、考えられる。現代になって登山道ができると、車で、中原の中山キャンプ場や八丁谷まで来て登山する。 ことが可能となり、1000メートル級と比較的低いことから、初心者に人気となる一方、険しい登山道は上級者向けともされる。タラ岳北東のタラ川とイトキ川に挟まれた裾野の上部に位置する森林で、タラ岳水源の森として、水源の森100 0に指定されている。水源の森から浸透した水は、清掃火山が形成した。 緩やかな傾斜に沿い福川、枯川、糸木川、休み石川、田堀川に湧き出し有明海に注ぐ。裾野は林業や農業が盛ん。ありがとうございます。